にちは、未来あかりです。違います。じゃあ、キズナアイです。違います。じゃあ、キズナです。どうして急にお馬さんになるんですか？前回に引き続いて、周辺の探索を行っているところです。なんと、近くに別の村まで発見しました。この世界は村が多いですね。ところでどうしてお馬さんをいじめてるんですか？競争馬としてのライバル心からです。だからあかりちゃんはキズナじゃないんですって。冗談です。皮が欲しいから集めてるだけです。そしてこの村にはモッドで追加された建物があるようです。それがこちらの建物、イマーシブエンジニアリングで追加される建物です。これは木のストレージクレート、中には金属類が入っていました。うまうま。あ、馬だけにね。そろそろお馬さんから離れていただいて。この建物の中にはモッドで追加された村人もいますね。イマーシブエンジニアリングのアイテム、コールコークを交換してくれるようです。それと、このストレージクレートなんですが、シュルカーボックスのように、中のアイテムを保存したまま回収することができます。お、それは便利だ。まあ、バックパックを作る予定なんで、そこまで必要はないかもしれませんが、イマーシブの家はもう一軒ありました。ちょっと中身が違うようです。これは、騎士の作業台ですね。これがあるのはありがたい。もらっていきましょう。持ち主の目の前で回収していくスタイル。だってこの村人、どうせこの作業台使わないでしょ？だから、あかりちゃんが代わりに使ってあげるのです。悪い人はいつもそう言うんですよ。拠点に帰ってきました。さっきも言っていた、バックパックを作成しましょう。そのために牛の皮が必要だったのだ。集めたのは馬の皮ですけど。あ、糸も必要だった。一本しか持ってないぞ。夜を待って雲を倒さなきゃ。てってれー、そんな時に工業用大麻、朝の糸を3個クラフトすると、雲の糸になるのです。錬金術では、どちらかというと、雲の糸が私たちの考える糸とは違うのかもしれないです。それでは、材料が揃ったのでバックパックを作成します。てーれってれー、できました。バックパックを追加するモッドはいろいろあると思いますが、わざわざこれを選んだのには、何か理由があるのでしょうか？もちろんです。とりあえず作りたてのバックパックはこのように、ただスロットが27個あるだけなんですが、アップグレードを使って強化していくことで、ものすごい性能に進化させることができるんです。ふむ、例えば、作業台の機能を持たせることができるのはもちろん、食べ物を入れておけば、お腹が空いた時に勝手に食べさせてくれる機能だとか、容量が何十倍にも増えるアップグレードがあったりします。ほう、そんなに増えるのですか。まあ、アップグレードのための素材がないので、しばらく先になりそうですけど、アップグレードする時になったら、また動画で解説します。それでは、またもやティンカースコンストラクトです。これまで、金属を溶かしてインゴットに加工するところをやっていましたが、今度はインゴット以外のものに加工してみましょう。ティンカースコンストラクトといえば、鍛冶屋モッド。鍛冶屋といえば、武器や道具を作る職業。今から、高性能な道具を作成します。とりあえず、鈴と銅を乾式精錬炉に溶かします。この2つの金属を同時に溶かしていると、混ざり合って合金になります。こうしてできるのが、ブロンズ合金です。そしたら次に、ティンカーステーションを作りの、パーツビルダーを作りました。この2つの作業台で道具を作ります。まずはパーツビルダーにブランクパターンを入れて、木や石などの素材を入れて、ツールの部品を作ります。今回はツルハシを作りたいので、ツルハシの頭、締め具、持ち手の3パーツを作ります。次に乾式精錬炉に向かいまして、インゴットの時にやったように、ツールパーツの砂型を作ります。砂型は1回切りですが、どうせパーツは1回しか作らないのでこれでいいのです。んで、砂型に溶かしたブロンズを流し込んで、ブロンズのパーツができました。あとは同じように他のパーツ。ぽえええええええ。家が爆発した。乾式精錬炉は無傷のようですね。爆破耐性があるのかな？心臓が止まるかと思った。気を取り直して、道具作成の続きをしましょう。ブロンズで、3種類のパーツをすべて作成しました。溶かしすぎた残りは全部インゴットにしておきましょう。そしたら次はティンカーステーションの番です。部品を全部並べて、ツルハシの出来上がりです。使った部品の性能によって、ツールの性能が変わります。つまり、僕が考えた最強のツールを作れるってことですね。そういうこと。そして、作ったツールはさらに強化を行うことができます。例えばダイヤモンドで強化をしてみましょう。耐久値が500上がり、黒曜石が掘れるようになり、採掘速度も上がります。耐久値1300、ほとんどダイヤツルハシと変わらないですね。さらに、レッドストーンで強化を行いましょう。この強化によって、採掘速度が上がっていきます。しっかり強化すれば、ダイヤツルハシよりも速度が速くなっていきますよ。とても採掘が楽しくなりそうです。あかりちゃんがマップ1枚全部整地すると聞いたんですけど。出たわね。今回は最初から乗っ取られての登場ですか。本物のゆかりさんは今、
アップデートのためにお休み中なんだ。だから今乗っ取ればゆかりさんも気づかないんだよね。お休み中なんだからあんまり勝手なことはしないでくださいね。善処いたします。それは達成されないやつですね。さて、作ったツールの性能を確認するために地下に潜ってみました。いかがでしょうか。この採掘速度、確かにダイアツル橋よりも速い気がします。地下資源集めも楽になるというものです。たくさん素材を集めて工業の準備をしましょう。スタバのメロンフラペチーノを飲みながら見守ることにするよ。またこの人、人の体で勝手に食べてる。資源集めという点ではこのツルハシはもっと性能を上げることができます。今からその準備をしましょう。まずは乾式製錬炉で銅と金を一緒に溶かします。すると出来上がるのがローズゴールドという合金です。かっこいい名前の合金だ。そのローズゴールドを板で囲んでクラフトします。シルキークローズができます。次にティンカーステーションを強化します。ブロンズブロックなどを組み合わせてデーレッテレーティンカースワンビルです。作れるツールの種類やできる強化の種類が増えます。そしてツルハシをシルキークローズを5個使って強化します。するとなんとシルクタッチの機能がつくのです。おお、エンチャントなんていらんかったりゃ。ということでダイヤやレッドストーン鉱石などをそのままの形で回収することができます。回収したダイヤ鉱石は工業機械に流し込むことで2個以上のダイヤにすることができるので幸運エンチャントも不要になります。いかがでしょう。これが鍛冶屋の力です。ツンレイ様の太ももぐらい素晴らしいですね。ゆかりさんの太ももも負けちゃいないぞ。それはそう。もむ、ツンレイ様に対抗する気ですか。ツンレイ様に対抗した人はみんなずんだにされてきたんだぞ。あの人すぐにずんだにするじゃん。さてそれではそんなところで今回はここまでにしましょうか。相変わらず進捗が遅いですが、もしよければいいねをお願いします。ではでは、 See you。 あ、ちょっとマスター、休んでる間に何してるんですか。別にゆかりさんになってフラペチーノ飲んでただけだけど。太るからやめてくださいよ。